きなり始まっちゃった。ちょっと待って、バタバタでございます。ちょっとね、あのベッドのところを今洗濯してるのでシーツとか何もない状態。ちょっと待ってね、向きを。よいしょよいしょよいしょ。急にライブ始めたからまだ見てくれてないよね。ちょっと待って、テレビ消そっか。テレビは大丈夫、つけとけば、つけといても平気かな。ちょっとドタバタ。着替えました。ちょっとまだ皆さん見に来てくださってないけども、始めちゃいます。アーカイブも残すし。ちょっと待ってね、位置をどうしようかな。音大丈夫かな。今日は Wi-Fi を使っているので多分大丈夫だとは思うんですが、大丈夫かな。ちょっと待ってね、バツ。あ、ダメ。ちょっと待ってね、戻した。これ何、これでいいのかな。ちょっと待って、手こずってますよ。なんかこんにちは、こんにちは。今永さん、ありがとうございます。ちょっと待って、これなんかね、私設定なんか変なの出ちゃってる。これ消したいんだけど、これでもバツを下ろすとライブ配信を停止してもよろしいですかになっちゃうから、一回待って。消したいんだけど、これどうしたら消えるんですかね。慣れてないから。あ、これ違うわ。これちょっと待って、あ、消せないよ。ちょっと待ってね、消えなくなっちゃった。困った。ちょっと待って、これどうしたらいいんだろう。なんかあのエフェクトみたいなやつが出ちゃってて、ガーって。これをね、なくしたいんでございますよ。これはどうやったら消えんの？なしにしてるんだけどな。ちょっと私これありながらと喋るとすごい大変。あ、治った。治りました。よかったです。皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。久しぶりの、YouTube ライブですよね。これこっちか、目線。今日は世田谷宅からお届けしております。そして、着てきました。イデアルーチェでさっきね、届いたばっかりのオールインワン、デニム風のオールインワンなんですけど、これ、めちゃくちゃ可愛くって、全身見せたい。ちょっと待ってね、全身。見えない。全身見えないよね。これしかもね、ツーウェイ、になるんですよ。肩紐もついているので、ストラップついているので、あのストラップつけることもできる。ちょっと待ってね、テレビを一回消しちゃいましょうね。はい、温泉行こう2見たばっかりです。ありがとうございます。音大丈夫でしょうか。今日でも家の Wi-Fi をつなげているはずだから、いて大丈夫なはずなんだけども、ただこれちょっとね、サイズ、フリーサイズなんだけど、ちょっと大きいから、ちょっと直さない、お直ししないといけないかも。でもね、ストラップついてるの、実はこれ。じゃーん、ストラップ。ちゃんとついてるから、あ、聞こえます？映像は割れてない、おかしくなってないですか？この間 Wi-Fi 切ってあったらおかしなことになったんですよね。ちょっとこれ、ツーウェイなんで、横着してる。ちょっと待って。ちゃんとこれできるんですよ。これで合ってる？あ、なんかくねくねんな。ちょっと待ってね。あ、違う。誰か呼びたい。誰かやってほしいよ、後ろ。まあ、とりあえずちょっと。これ、肩紐というかストラップもついてるので、ツーウェイに。あ、ごめん、下降りちゃった。ツーウェイで切れます。ちょっと怖いから、ちょっとあの何ストラップつけとくね。ちょっとカメラ安定しなくてごめんなさい、バタバタで。そして暑いです。サイズもなんか変なね、インスタと違ってさ、慣れてないから、この感じかな、このサイズにしましょう。はい、で中に今日は白のタンクトップ、ブラ付きの。これね、スタイリングさんのやつなんですけど、めちゃくちゃ使いやすくって、これ白と黒、スタイリングさんのタンクトップ、ブラ付きの買って、それをね、今下に着ているんですけども。
あ、しげちゃんこんにちは。 SAGAMI さんこんにちは。そう、でも可愛いですよね、やっぱり。オールインはすごい可愛い。あ、くーちゃんのおしこシーツにおしっこが見えちゃった。で、今先ほども言ったんですけど、今洗濯してて、シーツと上の何お布団というか、お布団じゃないんだ、なんていうの、あれ掛け布団みたいなのだから、ね、今何もかかってない状態でちょっと殺風景な感じになっていますが、すみません。そう、可愛いね。ストラップを下ろしてもいいんですけど、ちょっとね若干大きいから今日は危ないのでこうしときましょう。そう、これすごい可愛いです。楽ちんだしね、オールインワンでね。で、これから寒くなってきたら中に、私はタートル着ないんですけども、クールネックのトップス着たりとか。あ、平井さんこんにちは、ありがとうございます、見に来てくださって。なんだっけ、クールネックのものだったり、ちょっとタートルは多分避けると思うんですけど、私窮屈なのが嫌だから、あとガーゼロンティーとか着たいなと思っております。でも、うん、私やっぱりねこの辺出した方が、なんだろうな、フェイスラインもすっきりして見えるし、私ねここ首詰まってるデザインで太って写るんですよ。いろんな画像を見てください。私ね多分ねこうタートルネックとかだと顔も丸く見えちゃうし、やっぱりこの辺出してる方がすっきりするし、うん、なんか見た目も明るく見えるというか、だから私この辺はねデコルテは出す方が基本的にその一年中春夏秋冬好きなんですよね、うん、です。まあ、人によってね首周り隠した方が似合う人とか、デコルテ出した人方が似合う人とかって多分ねそこ個人差がすごいねあると思うんですよね。はい、そんなわけでして、今日は先ほどもインスタライブの方でもお話ししたんですけども、最近買った購入品を、皆様にお見せできたらなと思います。はい、ちょっと世田谷宅で今先ほども言いましたけど、ここシーツとか敷いてないのでちょっと殺風景ですけど、ご了承ください。サイズどう、この辺かな。で今目元のアイメイク、あ、温泉行こう、皆さん見てくださってのありがとうございますね。もう20年以上前ですけど、目元のアイメイクをダッシュで拭き取りました。だから今目元は何もしてない状態です。で、もう可愛かった、このシャネルの、新色が出たんですよ、アイシャドウね、アイシャドウで4色あったんですけど、私は、328番を購入したんですけど、開けたら中がめちゃめちゃ可愛くって、見ますか、見て、中がねゴールドのパレットなんですよ。ゴールド見て、金運アップしそうじゃないですか、ゴールドのパレット、ゴージャスですよね。間違いなくこれ金運アップするんじゃないかなと思ってまあそういうわけで買ったんじゃないんですけども、カラーがすごく可愛くって、ちょっと今飛んじゃってますけど、ブラウンとシルバーと、明るめのピンクとモーブ系のピンクがあって、もうちょっとこれトーン暗いです。今ちょっと光で飛んでますけども、すごく使いやすい色です。これ万人受けするというか、どなたでも似合うと思います。イエベの方もブルベの方も、でもブルベの方の方が似合うかなと思います。はい、こちらシャネルで購入しました。そう、じゃあ早速ちょっと、男の人は興味ないかもしれないけども、アイメイクするとこんなに変わるんですよというところをお見せできたらなと思います。はい、私あんまりねメイクライブとかしてないから、ちょっとその YouTube ライブの方ではしようかなと思って、まず今何もアイメイクはしてないんですけど、この明るめのピンクのね色ね、このカラーね、このカラーをアイホール全体に塗っていきます。ちょっとね飛んじゃうからね、あんま色味わからないかもしれないけど、多分
シャネルで、これ最近出たばっかりだからきっと買おうかなって迷われてる方も多いと思うので、4色あるからで迷いますよね。で私は328番を選んだのでちょっと参考にしていただけたらなと思います。でこの明るいピンクをアイホール全体に塗っていきます。ちょっともうねすでに明るくなってるんですけど、わかるかな。そしてこの隣のピンクね、モーブっぽいピンク、あ坂本ちゃんこんにちは、このモーブっぽいピンクをさらに上から重ねていきます。これはなんか二重まぶたの上のあたりまで、はい。そう今自宅の世田谷の方です。世田谷の自宅で今ちょっとメイクライブとか購入したものをね今日はご紹介したいなと思って、二重の上あたりまでこう広げて、あでもほらちょっともう締まってきたの分かります、目元ちょっと飛んでるけども。そしてそして必ず私はですねブラウン系のアイシャドウが必要な女なんですよ。じゃないとちょっとボケちゃうので、これブラウン系のもうちょっとブラウン濃いです。これちょっと飛んじゃってるんですけどもうちょっと濃いです。これはチップでつけていきたいと思います。まさかパソコンでリアルタイムで美穂さんが見られるとはアイドル時代は考えられなかった。まあ昔はね、こんな風にね、自宅から生配信とかね、できない時代でしたからね。で、このチップで、このブラウンから、もうちょっと濃いですかね、このブラウンを乗せていきます。これはもうね、二重のところにしっかり塗っていきます。私はちょっとやっぱブラウンが一番落ち着くというか締まるし似合うので、もうねオレンジ系は似合わないですね私は、うん、そういった色は避けます。洋服でもねオレンジとかねたまに着るんですよ。下のパンツだったらいいんですけど、上トップスは持ってこないな、似合わないから。黄色がギリだからギリかな。ほら締まってきた。塗ります。そして仕上げにこのこれねシルバーのパール入りですね、はい、シルバーでパールがうっすら入ったカラーで、これすごい綺麗なんですけど、これを中央に瞳の上ですね、瞳の上に塗っていきます。真ん中中央にほら全然違う、わかります？あ、綺麗綺麗綺麗。ブルベはゴールドよりもシルバーの方が似合うんですよ。そう、美穂さん本当に綺麗ですよ。本当ですか？ありがとうございます。で、塗ります。ほら、顔がはっきりした。そして、私ちょっと涙袋がやはりぷっくりさせたいので、これは、最近お気に入りのメイクアップフォーエバー、メイクアップフォーエバーのアイラインなんですけど、これね、ピンクの色なんで、4番のサンド。4番のサンドっていう色なんですけど、これを引いていきます。もう私はもうこれ全体に引いていきます。涙袋ね。はい。ちょっと飛んでるかわからないかもしれないけども。そしてせっかく、まあ、購入したので、こちらのシャネルのやつも使っていこう。どの色にしようかな。ちょっと明るめのこのピンク、この明るめのピンク、この、ね、色ね、これをさらに目頭に、目頭だけね、ちょっとポイントでつけます。わかるかな、ちょっと飛んでるからね、こうやってわかるかな、どうわかります？ちょっと部屋のワンちゃんのおしっこシートとか映っちゃうけどごめんなさいね。ですでまだアイライン引いてないので、アイラインも最近お気に入りのこちらメイクアップフォーエバーの、これはブラックがなかったの売り切れで、3番です。3番のグレーっぽいカラー、グレーだけどもブラックだな、でもこれも飛んじゃってますね、グレーですけどブラック寄りですよ。これを
ライン引いていきます。これすっごい描きやすいですよ。メイクを超えればのアイライン。おすすめです。私アイラインちゃんとやっぱ引かないと、やっぱ少しでも目を大きくしたいので。で、こちらも。なんかメイクしてる時黙っちゃいますね。無言になっちゃう。よいしょ、できた。はい、ってな感じでアイメイクが出来上がりました。ちょっと飛んじゃってるからわからないかもしれないけども、どうだろう、こんな感じで。わかりますか？最初と違うのわかりますか？わかるかな？こうしたらわかんじゃない？どうですか？違いますよね、やっぱりね。締まるし、目元もはっきりするし、大きく見えるというか。はい。化粧は魔法だね。すっぴんの目も可愛いけど。あ、わかる？やっぱ違うでしょ？わかります。素敵です。ありがとうございます。これでも本当、シャネルの、新しく出たものなんですけど、アイシャドウの328番はすごく使いやすいし、おすすめしたいと思います。ちょっと手垢がいっぱいついていますが。あと、これね、ネットで頼むと、こういった巾着というか、ポーチもついてくるんですよ。ネット限定で。あと、私は2つあと選べて、私はこれかな、シャネルの香水もう2つ選びましたか。これセットで届きます。お試し用のやつ届きます。はい、って感じで。だからちょっとネットで頼むとお買い得なのでいいですよ。はい、そんなわけで。あ、マスカラも塗ってなかった。ちょっとマスカラも塗りましょうか。マスカラもね。私ね、マスカラは結構いろんなところの使うんですよ。私前好きだったやつがあったんですけど、それがもうなんか廃盤になっちゃったのかな。どっかのブランドとかのじゃないんですけど、マツゲックスって行ってた時に昔ね、そこで販売してたやつなんですけど、それがもうなんか売ってなくって。だから似たのがあるんですけど、類似品かもしれなくって。そう。でも私、まつげパーマしているので、お湯で取れるものを基本、口を基礎、使いますね。マスカラすると、私、下はマスカラほとんどしないです。パンダちゃんになっちゃうので、しないんですけども。どうですか？パキッとしたよね、やっぱり。全然違うよね。ちゃん寝てる。かわいいくーちゃん。どうですか？ちょっとおしっこシートするか嫌だな。こんな感じです。シャネルの328番を使ってメイクをしました。まつげはパーマだね、やっぱり。そう、前はね、エクセやってたんですけど、すぐ取れちゃうし、ですぐ取れたらすぐ行って、もう月に何回行ってるんですかって形で。で、高くなるから、そう、パーマにしました。パーマ楽ですよ。美穂さんが美味しそうなうなぎ、YouTube 見ました。うなぎ食べたくなりました。そう、うなぎってテレビで放送とかされると食べたくなりますよね、無性にね。ねえ。そんなこと言ってた。私もうなぎ食べたくなって、この後、うなぎ食べようかな。そう、うなぎ食べようかな。ちょっとお茶飲んでいいですか？ちょっと待ってね。お茶飲む、お茶。ペットボトルだからちょっと待ってね。おいちい、おいちい、お茶。はい。あとなんだっけ？ あ、でも紹介したね。でもまだ紹介したいものはあるんですけど、途中から見た人のために、これ、めぐちゃんとこのオールインワン、デニム風のオールインワン届いたんですよ。めっちゃ可愛いんです。後ろこんな感じなんですよ。これ、ツーウェイなので、肩紐も取り、あの、肩紐というか、このストラップも外すこともできますよ。競馬場の焼きそば美味しそう。あれはね、ちょっと辛いんですよ。あれが名物で、川崎競馬場の名物で、辛い焼きそばで、私は結構ね、好きなんですよ。辛いもの苦手だけど、焼きそばは癖になる辛さで、すごくおすすめです。可愛い印象ですね。可愛いよね。
これ、ね、下まで映したいんだけどさ、何せこっちの家は狭くて、いろんなもの映っちゃうんだけど、そうこんな感じです。オールインワンでパンツですよ。はい。やっぱ違うね。あー涼しいね。でもあのこれ一年中着れるので、秋冬これからの季節は、ま皆さんだったらタートル着たりとか、あとはクールネックの私は、トップスとか、めぐちゃんのとこだったらガーゼロンティーも私買ったので、それを合わせたいなとは思っております。はい。あと実は何か変わったの分かりません、この部屋。注意深く見てると変わったと思うんですけど、壁紙が変わりました。前は真っ白だったんですよ、壁紙。でもなんか YouTube ライブというかするから、ちょっとなんか色味が欲しいなと思って、最初水色にしようかなと思ったんですけど、やっぱ私大人っぽい方が好きなので、今ちょっと同化しちゃってるけども、ネイビー、後ろあのネイビーの壁紙を実は自分で貼りました。ちょっと上の方なんか切れなくって、カッターがちょっとギザギザギザってなって、上の方は見えませんけども、はい、あの皆様壁紙変わりましたので、あメルカリで50円500円、あまあこれ待って、どうやって見るんだっけ、コメント全てが表示される、いやこれか、メルカリで50万円カウントダウン貯金箱買いました。あれね、いいのよ。ただ私なかなか川崎宅も最近買われてないし、500円玉を貯めようと思うんだけど、使ってしまってまだね4万円しか貯まってないんですよ。なかなか500円玉ってさ、お財布に入れてても使っちゃいますよね。だから川崎に行くときにないのよ、500円玉。でもあれはすごくおすすめします。だから今回、コンペ、私のバースデーコンペ、10月の16日にあるんですけども、あれつけようかなと思って。値段も安いし、でも、誰がもらっても嬉しいんじゃないかなって。デジタルで金額が出るのがね、嬉しいですよね。はい。だってね、メッセージおしゃれですね、だってありがとうございます。たまに街で矢部さんを見ます。話しかけても平気ですか、タモイモさん。え、私を見つ、見たまに見かける、どこで、え、川崎の方ですか、それとも世田谷で見かけるのかな、どっちなんだろう、まあ、どっちも行ったり来たりしてるからね。ちょっと待ってね、壁紙自分でやるのは素晴らしい、何でもやるね。あ、これすごい簡単な壁紙で、シールタイプなんですよ。これもおすすめしたい。なんかいろんなものが壁紙出てるんですけど、シールタイプでもいろいろあるんですけど、これね、何回やっても意外に大丈夫で、しかも、ん？何メーターだっけな？横が、2メーターかな。あ、世田谷で見るんだ。声かけてください。ぜひぜひ。あ、でもなんかすっぴんで、下向いて歩いてたら、その時はかけないでください。なんだっけな。横行くとだっけな。横が2メーターとか3メーターで、一番、その縦が10メーターとかの。だから2メーターかける10メーターで5000円ぐらいなんですけど、めちゃめちゃ、余っちゃったのね。余ったってどこにあったの？ちょっと待って。余ったやつ。あ、これだ。これ。2メーターか3メーターかける10メーターで5000円ぐらいだったんですよ。ネイビーです。これは。ちょっと飛んじゃってるけどね。後ろと同じ色です。これ余ったの。ほんとこれシールタイプですごい楽だし、だから賃貸の方にはすごくおすすめです。はい。まあ、賃貸じゃなくても、また飽きたなと思ったら違う色に変えたらいいじゃないですか。じゃあちょっとなんか、いいんだけど、ちょっと暗すぎるかなと思って、ちょっとやっぱ変えるかもしれない。まあ、5000だし、ね。くーちゃん何色がいい？あ、くーちゃん起きてきた。あ、くーちゃん映ってる。くーちゃんびっくりしてるね。くーちゃん今日ね、甘えん坊タイムだもんね。来る？くーちゃん髪の毛が震えてどうしたの？また私が喋ってるからびっくりしちゃってる。何？よいしょ、くっちゃんですよ。皆さんこんにちは。くっちゃんですよ。かわいくっちゃんですよ。ちょっとだからね、ただね、私今これも矢部美穂チャンネルで10月末11月ぐらいになるかな、
今ミラー家具私使ってるんですね。テーブルもチェストもドレッサーも全部ミラーだったんですけど、ちょっとまあミラーが結構長く使ってるのでひびがっていうか自分でいけないんですけど、ちょっとぶつけちゃって、まあミラーなのでガラスなわけですよ。で、何？テープで留めてたりとかするし、なんかあんまり縁起良くないじゃない？このガラスにさ、ひびが入るとかって良くないから、で、長く使ってるし、あとホコリがすごいんです。毎日のお掃除が大変で、そんな毎日私もお掃除できないから、ちょっとこのあたりで、こっちのね、川崎宅の方も模様替えしようかなと思って、この度、私、矢部美穂の部屋、模様替えします。で、海外で、もう、ドレッサーとチェストがセットになったやつがあって、最初ちょっとドレッシーなやつにしようかなと思ったんですけども、今までもドレッシーだったから、こっちの世田谷宅はもうちょっとシンプルな感じにしたいなって、まあカジュアルじゃないんですけど、ドレッシーな重厚感じゃない方にしようと思って、白のね、でもね、そう、白の、チェストとドレッサーがセットになったやつがあったので、それを今頼んで4週間ぐらいで海外から届くのかな。で、あとテーブルはこの後見せてもいいんだけど、テーブルは、どこだっけな？アマゾンにも売ってるし、ヤフーショッピングにも多分売ってると思うんですけど、三輪の機種にこの間作ってもらいまして、組み立て式で1万4000円なんだけど、めちゃくちゃこれはね、使いやすいし、おすすめします。ただ、組み立てしなきゃいけないから、まあ、男の人だったら普通に、あれがあれば、なんだっけあれ、ドライバーのことなんとかって言うじゃない？なんだっけ？忘れちゃった。電動のドライバーのやつ。インパクトがあったら1時間ちょっとで作れるって言ってましたね。はい。で、それを、今、それ使ってるんですけど、それはちょっとね、真っ白ベースではあるんですけども、大理石風の、テーブルにしました。テーブルはいいやつ買っても多分私、また変えてしまいそうなので、それはもうちょっと安い1万4000円ぐらいのやつを買ったんですけど、でもすごい気に入ってる、なので私の部屋ミラー家具だったんですけど、ミラー家具から白の家具に変わりますので、それはですね、10月末か11月ぐらいになると思います。まだ届いてないので、それはYouTube の矢部美穂チャンネルの企画の方で、お見せしたいと思いますので、それを楽しみに待っていてください。私も楽しみなんですよ。どんなものが届くのか。やっぱり写真とまた実物って違うじゃないですか。でも動画もね、あったので、動画見たんだけど、まあ大丈夫かなと思って。まあ正直、値段はいくらだ？ドレッサーとチェスト。で、チェスト120センチちょっと、大きめなんですよ。それ2つ合わせて13万円切ってるんですよね。だから安くもなく高くもなくっていう感じで、初めてそこの家具頼んだので、実際どういったものが届くかちょっとわからないんですけども、まあでもそのホームページ見る限り、いろんな可愛い家具たちがいっぱい雑貨もあったので、それはちょっと信用して頼んで見たので、それはちょっと私も楽しみなんですけども、届きましたら皆さんにもお見せしたいと思いますので、でもしそこの家具がすごい可愛かったら、ぜひ皆さんもそこのホームページ、まあ、インスタもあるので見て、購入されてもいいのかなとは思います。あれね、木でできてるけど、木っぽいの私すごい嫌だったから、ちょっとね、テカってるっていうか、なんだろうな、でもピカピカな感じじゃないんだよね。でもなんか柄ガラス仕上げでもないって言ってましたね。なんかちょっと届いてみないとまあなんとも言えないんですけども、まあ楽しみにしていてください。みおさん、引っ越しを何度かやってると聞いたのですが、
そのためなのかインテリアにこだわりがありますね。そう、インテリア、引っ越しというか、インテリアとかこう家具とかがすごい好きで、やっぱり自宅にいる時間もね、長いから、まあ、快適に過ごしたいというか、好きなものに囲まれたい。木目嫌いなのですね。木目は昔は好きだったんだけども、やっぱなんかこの年齢、ちょうどなんか中途半端な年齢じゃない、40の真ん中って。だからちょっとエレガントっぽいのもね、好きだしっていうのもあって、木目っぽいのはもうちょっと行ってからでいいかなと思って。うん。まだなんか落ち着きたくないというか、もうちょっとこうキラキラしたものに囲まれてたいっていうのがあって、でもミラーから一気にその変わるから、そんなキラキラはしていないかな。ナチュラルな感じのものになると思います。でも木目調ではないけども、ミラーとはやっぱ全然違うから、ナチュラルっぽいチェストとドレッサーが届くのではないかと思っております。いつか家族で世田谷のマンションを買う予定です。素晴らしいですね。高いよね、世田谷ね。うちの妹、次女も、三女も、マイホーム、旦那さんにね、買ってもらって、それこそこの、本当近くに住んでて、3階建てかな、2人とも、ね、住んでますけども、やっぱ世田谷ってさ、こう、やっぱり高いじゃない。ね。特に一軒家ですから、土地代が高いから、やっぱり大体2階建てじゃなくて、高さ出して3階建てにしてますよね。うん、じゃないとね、面積で計算とんでもない額になっちゃうから、縦長で皆さんね、お家建てられてる方が多いのかなと思うんですけども、はい。クラシックな雰囲気の木目調よりもモダンな方が好きなんですね。そうね。そうね、モダンな方が好きですね。クラシックなやつは、まだまだもうちょっと先でいいかなとは思っております。で、川崎宅はもう真っ白なんだよね。向こうも白なんだけど、向こうの方がちょっとその寝室は私好みでエレガントな感じにはしていて、で、こっちもそうだったんだけど、こっちはちょっと、そうね、モダンな感じ、にしようかなと思っています。はい。くーちゃんちょっと寝てる。くーちゃん見る？くーちゃん、かわいい。あ、ちょっと今テーブル見えたでしょ？これね、テーブルね、1万4000に見えないんですよ。ちょっと後で紹介できたら紹介しようかなと思うんですけども。はい。そんなわけで、私ですね、皆さん見てくれたと思うんですけど、いつも土曜日の17時に更新するんですね。YouTube の方ね。だけども、ちょっとストックが結構溜まってきておりまして、あまりこう、時期がずれてしまうと、こう、時期外れな感じになって、なんか服装もこれ、いつのですかみたいになってしまうと思ったので、川崎警部もまたね、2週間後にすぐ始まりますので、前回差のやつをね、10月に入ってから流すのもちょっとなと思ったので、急遽臨時にということで月曜日に流させていただきました。ちょっとずつね、フォロワーの方も、フォロワーって言わないのか、インスタの場合、YouTube の場合は、登録者の方も増えてきたりとか、再生回数も、競馬の方は、1000回ぐらい行ったのでよかったです。でも本当はもうちょっと行きたいんですけども、皆さんがね、こう、興味をね、興味湧いてくれるような、ものに少しでも仕上げていきたいなと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。なので結局女の子に手伝って作ってもらうバージョンと、どうしてもその競馬だったりとか私関係の直接のやつは私が編集しないといけないなっていうのが分かったので、半分半分になりそうですね。で、今週の土曜日に関しては、奏での森リゾートさんが10月の17日にオープン予定なんですけども、そこに行きまして、DIY、かなり本格的な DIY だったんですけども、二人でね、三輪の騎手と二人で参加させていただいて作っております。それはね、
あまりに盛り上がったというか、ものを作るって結構時間がかかるので、1日半かかったのよ、テーブル作るのに。それで、2本に分けました。最初はね、土曜日のやつは17分ちょっと。で、すぐ月曜日にも、公開しますから。それは、DIY ももちろんのことなんですけども、かなねの森は、かなねの森リゾートさんは10月の17日にオープンするんですけども、場所は伊東の、静岡県の伊東なんですね。で、多分、どこよりも早く動画で公開することになると思います。バックヤードツアーじゃないんですけども、まだ家具とか全然入ってないんです、オープン前なんで。でもちょっとね、特別に取材させていただいて、なので、かなねの森に皆さんぜひ行っていただきたいですし、私のそのね、やびみょうチャンネルの動画を見て、ちょっと興味をね、持っていただけたらなと思います。はい、でも嬉しいですよね。まだ写真とかでは、そのかなねの森のリゾートさんのインスタもあるから、写真とかではあと脇坂さんとかも出されていましたけど、動画は多分ないと思う。まだ多分一番乗りだと思うので、皆さんぜひ、土曜日は DIY ですけど、来週の月曜日に関してはかなでの森の中の部分、ショップの部分、厨房の部分、あとなんだ、あ、グランピングとか、その内部というか、そこをオープンする前の部分を皆さんにお見せしたいと思うので、多分第1号だと思いますので、ぜひ皆さんご覧いただけたらなと思います。それはね、約30分あります。もう30分あるのよ。だから編集大変だったんだけど、私1日で編集したんだよね。なんかノリノリでできちゃって、だから17分と30分の編集したから1時間番組じゃんみたいな。そう、それをね、1日半ぐらいでね、できちゃったんですよね。なんか早くなりました、編集も慣れてきたので。これはちょっとね、皆さんにぜひ見ていただきたいんですよ。で、私も実際プライベートで、そう、中見れるのありがたいでしょ、見たいでしょ。でもまだオープン前だから見れるのは、多分、このやびみょうチャンネルが初だと思いますので、ぜひですね、見ていただきたいなと思います。あと私、編集めちゃめちゃ頑張ったので、そのあたりも、見ていただきたいと思うし、ちょっと音楽の方がね、オリジナルの音楽今ね、作っていただいて、それはちょっとまだできてないから、間に合わないかもしれないけども、はい。え、みほさん、メルカリで出品したことありますか？自分はやったことありません。ありますよ。ただ、私自分でメルカリできないので、妹に頼んで、着なくなった洋服とか、売ってもらって、妹にお小遣いあげてます。もう、動画編集できるようになったとは。そうなんですよ。最初の頃めっちゃひどかったんですけど、昨日アップしたケーパーとか割とちゃんとしてたでしょ。あとジュエリー編も良かったでしょ。カジャビジューさんのやつも可愛くできてたと思います。で、今回の DIY、 そして奏での森のやつもすごくいい感じにできたし、やっぱ外ロケは絵が綺麗だし、いろいろ紹介するのはいいですよね。やっていても楽しいし、編集していても楽しいなと思うし、みんなもこうなんか興味を持ってくれるんじゃないかなって思いました。まあまだ誰もね、中を見たことがないわけで、それを見れるって貴重じゃないですか。ね、なんか、それをなんか見せていただけるって私自身もすごく感謝してるし、ありがたいなと思いますし、そうで、私、かなねの森のオープンの17日の日も行きますから、現地に行って。で、グランピングはもう早くちょっとやりたいなって、私もグランピングやったことがないので、三輪の騎士と一緒に行ったりとか、うちのね、家族を連れて行ったりとか、あとお客様を連れて、矢部家ツアーをちょっとやりたいなと思っておりますので、そんな企画もね、やりたいなと思っておりますので、皆さんぜひ今週の土曜日、そして月曜日、そう、特に月曜日見てください。月曜日内部見せちゃいますから、はい、お楽しみにです。そう、じゃあちょっとね、くーちゃんが今膝の上に乗っかってるんですよ。くーちゃん最近も甘えん坊で泣くんですよ。乗せて乗せてって膝の上にね、くーちゃん。ちなみに今日今 Wi-Fi、 家のね、自宅の Wi-Fi を使ってるんですけど、映像全然乱れてないでしょうか。ちょっとそれだけ
今からちょっと移動するので教えていただけたらなと思うんですけども、どうでしょう、映像は乱れてないですか？大丈夫かな？誰かお答えしていただけたら嬉しいです。あ、やっぱメイクしたから目元がはっきりした。あとやっぱ私この辺出した方がなんか顔写りがいいんだよね、なぜかね、うん、もうここまで詰まってると本当になんかまん丸美穂になってしまうので、あ、大丈夫、よかったよかった、乱れてない。やっぱ Wi-Fi だね、 Wi-Fi 繋がないとちょっとインスタライブと違って YouTube の生配信の方はちょっと難しそうですね。はい、よかったです。じゃあちょっとくーちゃん、くーちゃんが今ね見てみて、膝にいるんだけども寝ちゃ寝てる、どうする、くーちゃんいいかな、ごめんね。ちょっと皆さんに作りたてほやほやのテーブルをお見せしたいと思います。プチプラお願いします。そうでしょ、プチプラね、皆さんね興味ありますよね。このテーブルはプチプラですよ。光がないけど、まあいっか。じゃ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 ーん。テーブル。これテーブルなんですけども、はい、これ13,999円でした。これね、Amazon にもあるし、多分 Yahoo のショッピングにもあると思います。はい。これちょっと今ベッド、洗濯中で、ちょっとこれおしっこシート、ごめんなさいね、見えてますけど。で、これ14,000円なんだけど、すごく高見えするわけですよ。これ、2つすごいポイントがございます。さあ、何でしょう。このテーブル、13,000円ですけども、あ、大理石っぽいでしょ。まず高級感があります。ただ、ちょっとね、中は木造だから、触ると、見た目はね、遠目で見ると大理石っぽいですけど、近くで見たら大理石じゃないの分かるんですけど、でも13,000円だから素晴らしいと思います。さあ、2つ隠されてるんです、すごいことが、すごいポイントが、皆さん当ててください。さあ、これはただの四角いテーブルではございません。あ、ちょっと暗いね、照明ないから。ではまあいいや、当ててください、当ててください。ちょっとキャンドルなんかつけようかな。暗いから。光が欲しいんですよ。あ、これも電池切れたの。これすごい可愛いでしょ。もらったの。あ、電池切れた。これ充電します。引き出し好き。そう、しげちゃんよくお分かりで、私はちょっとね、引き出しがないとダメなんですよ。ただ、正しくはでもね、引き出しじゃないんだな。正しくは引き出しじゃないんですよ。まず、あ、違う、3つあるわ。1,2,3、3つある。さあ、当ててください。引き出し、正式には引き出しじゃないのよ。引き出しってこうやって引くじゃん。違うんです。ね、くーちゃん。ね、くーちゃんびっくりした顔してる。引き出しじゃなくて、まあ、答えは出てるんですけど、さあ、皆さん、見てる皆さん、ポイント3つありますよ。答えてください。何だと思いますか？さっきちらっと見えたかもしれないけど。さあ、皆さんの答えが出るまで私ちょっと待ちますからね。暗いね。ちょっと明るくしようかな。そうね。これちょっとすごい目いっぱい明るくしようか。こっち暗いからね、くーちゃんね。ちょっとお水も飲むわ。待ってね。答え書いてくれたかな。あ、え、あ、何？カバンとか扉が開いてその中に引き出しがあるとか。あ、パカンと開いてね。正解です。パカンと開く。ちょっと待って。パカンと。ちょっと待ってね。そう。まずパカンと開くんですよ。ちょっと待ってね。パカンと開くんだけども、今いっぱい上に物を乗せてるから。そう、いきますよ。おしっこシートが映っちゃう。これちょっと待って、こうやって、あ、ちょ、真ん中でやるか。パカンと開くんです。ちょっといろんなもの入ってるから見せれないんですけど、ちょっとパカンとまず開くんです。そうそうそう、ちょっと今中見せれないものが、書類があるからごめんなさいね。見せ、まあ開くんですよね。さらに2つ何だと思いますか？わかんないかな。ちょっと難しいかもね。
なんとこれ2段にな、2段っていうかこう棚になってるんですよ。板が1枚ありまして、だからここに物をね置けるわけですよ。で、私は今まで書類とかを、書類のケースをこの、前はねミラーのテーブルの下に置いてたんですけど、それはかっこ悪いなと思ったから、見てくださいね、ちょっと待ってね、すごいすごいすごいアングルになっちゃって、ちょっと高さ出すわ、ちょっとね高さ出すね、ちょっと待ってね、あ、これでいいんじゃない、下にこれシャネルのねボックスなんですけど、これにまあこれ印鑑とか入れてます。可愛くないですかそう、可愛いしょ。でこっちもシャネルのボックスなんだけど、このシャネルのボックスめちゃめちゃいいんですよ。これ蓋がついてるんだけど、こういう蓋じゃなくて、じゃん、こうやってでパカって開く蓋なの。なんかすごく使いやすい。これには領収書なんか入れてます。だから領収書。あと請求書、私社長なんで書くんで請求書とかね。あと封筒。はい。A4三つ折り。はい。封筒なんかも置いてあったりとかします。なんか普通のなんか書類のケースだとかっこ悪いし、この中入らないので。シャネルのボックス、これ取っといてよかったです。あと結構書類系多いので、あ、くーちゃんやってきた、くーちゃんよ、おいで、くーちゃんおいで、うん、よいしょ、怖いね、いいな、ね、はい、あとはエルメスのボックス箱、これにも、あ、これすごいぐしゃぐしゃですけど見てください、はい、もうぐしゃぐしゃにいろいろ入ってるこれはなんだ、両面テープだったりとか、これも領収書ちょっと入ってたりとか、うん、ペンとか、ちょっとこれもう昨日やったんでぐしゃぐしゃですね。これペンとかちゃんとケース、ペンケース入れ買ってまとめますけど、はい、こういったものがたくさん入っております。はい、でこれもねエルメスの箱にボックスに入れて、この中に置けるわけですよ。この段なんかすごくいいです。ただね、このキャンドルを置きたいなと思ったら高さが足りなかった。そんなとこ高さないですね。ここは15センチないかもしれない。うん、だから入るものは限られますけど、でもこういったボックスは入りました。はい、そしてもう一つあるんです。このもう一つは多分むずいと思う、でも当ててほしい。何だと思いますか？もう一つ仕掛けがあるんです。ちょっと変調、仕掛けがあるんです。さあ何でしょう、仕掛けね、くーちゃん、くーちゃん仕掛けあるね、すごい体勢でお姉さんやってますよ。ちょっと待ってね、仕掛けがあるんですけども、何だと思いますか？テーブル、一つは何これ、テーブルの上の部分がオープンになって中にいろいろね物が置けますと。あとはここに板がついていて棚になりますと。あともう一つ、これ13,000円台ですよ。これは実はすごく便利なんですよ。ヒントは、いちいちこの上開けるのめんどくさいですよね。見てください、今こうやって物が乗ってます。これをいちいち開けるのって大変じゃありません？大変ですよね。そこで皆さん、この優れもののテーブル何だと思いますか？私別にここのテーブルを販売してるわけじゃないんですけど、あまりに良かったからおすすめしたい。くんちゃん向こう行きたい、ごめんね、お姉ちゃんね、変なテンションなんか嫌だよね。お水飲みに行くの？行きたい？向こう行きたい？ちょっと向こう行きたいって、ちょっと待っててください。皆さん答えて。何だと思う？はいはいはい。はいはいはい。さあ皆さん、分かったかな？
面倒くさいじゃないですかね、テーブルいちいち上こうパンって開けるのものどかして。だから隠されてるんです。あ、なんか答え書いてくださいました？ん？お道具箱がおしゃれだって。くーちゃん元気のお顔が見えてよかったです。 ありがとうございます。で、皆さん何だと思いますか？もう一つ、もう一つ隠れてるのよ。何だと思いますか？このほら、上開けるの面倒でしょ。どんな機能がついていたら、スライドする。あ、だからこれはスライドするじゃない、ここがね。でもこれをさ、スライドするの一時面倒。引き出し、まあ正解かな。引き出しではないんだけど、引き出しってこうやって引くじゃないですか。違うんですよ、ほとんど 50% 正解。なんとこれは普通引き出しだったらこう引くじゃないですか。わかります？ちょっとこのおしっこシートが映っちゃうの嫌だな。こうやって引き出しがね、こうじゃなくて、これ違うんですよ。こうやってオープン、わかります？オープンするんですよ。で、中のものをすぐ手前に置いとけば、こういったものが、これよく私使うんですけど、これ矢部家の売上帳なんですけど、こういったものがすぐに、あとカッターもすぐ使いたいから手前に置いてるわけです。カッターとかね、あと充電器とかさ、あとおしこシートとか手前に置いてるわけですよ。これがすぐに手前に置いとけば取れるんです。すごくないですか、この機能。この機能3つついてですよ、13,000円台。すごくない？そう、側面が開くの。私ね、これ考えた人天才だと思うね。あの、まずこの棚もついてて便利、そして中の収納もスライド式で中も収納できる、そしてサイドに扉があって手前から物が取り出せる。13,000円台、ただ組み立て式だから、組み立てればこれが出来上がるから、皆さんおすすめです。で、なんかね、これ超大きくないからいいんですよ。これね、横が45cm で、縦が、あ、違う、縦が45cm で横が80cm だから、すごく使いやすいんです。私の部屋ね、6畳ちょっとぐらいしかないんだけど、6畳ちょっとぐらいの家って多いじゃないですか。だからこれぐらいがいいんですよね。だから120cm だとやっぱり横幅あるし、通りづらいとか狭く部屋も感じちゃうんですけど、すごくいいサイズで、これは買って正解で、すごいテンションが上がってます。はい。しかもそう、見た目がね、大理石風でおしゃれで、そうなの、いいもの買ったでしょ。私褒めてくださいそれにこれに合わせてチェストとドレッサーも届くから、すごい楽しみな。あ、綺麗になって、やっぱ照明の前に行くともう肌が綺麗だね、全然違うね。そのテーブル便利だ、引き出し付き探してたから、それがいい。いや、これおすすめですよ。なんかね、これに似たのいっぱいあるんだけど、それはちょっとあの値段も高いし、あと大きい、 120×60 とか 120×50 とか 110×50cm とか、ちょっと大きいんですよ。やっぱり6畳とかぐらいの部屋だったらベッドもあるし、あとこうドレッサーとかチェストとかもあるわけじゃないですか。するとこの 80cm っていうのがいいわけですよね。だからショッピングの人みたいね、なんかねそう、これでもめちゃめちゃおすすめなので、これ男性もいいんじゃないですか、大理石風だから。でもこれでなんかブラック系もあったらいいよね。あ、これでも他もあるよ、大理石風とブラウン、うん、木目調のやつあったかもしれない。3種類ぐらいね、あったんですよ。あ、っていうかこの高さでやったらこの洋服見えるじゃん、オールインワンミグちゃんのやつ。これさ、YouTube ライブって横中だからね、縦長でできないから。見えますか？でもすごい可愛いですよ、これすごい気に入ってる、これめちゃめちゃいいわ。坂本ちゃん、すごいいいですね、これ。そう、男性だから、テーブル、これ別に大理石風じゃなくて、あともう2つ全部で3種類あった、色忘れちゃったけど、木目調と、あともう一個なんだっけな、ベージュっぽいやつだったかな、ちょっと調べてみてください。多分いろいろ、引き出しローテーブルで調べたら出てくると思います。いろいろ出てくるけど、絶対これが一番安いしね、安いし使いやすいし、うんです。
そんなわけで1時間ぐらいお届けしましたね。あと5分で1時間だから、あと5分お届けしましょう。あと私が最近買ったカバン最近買ったカバン、あれどこ行った、ちょっと待ってね。あ、これこれこれ、またフーセレクトさんで可愛いの買ったの。バッと見て、可愛くないですか。ちょっとどっかのブランドに似ていますけども、これさ、いくらだっけ、1万4,5千だったんですけど、すっごいしっかりしてるの。このストラップもね、ちょっと待ってね、あれどこだっけ、あれどうやってつけたんだっけ、これ、あ、そう、スライドするんだ。ここをスライドしてこうパチって止めるんですよ。めっちゃちゃんとしてるの。ちょっと待って、できなくなっちゃった。あれ、あ、こうやってつけ、こうやってつける。かわいい。ちょっとブラックのカバンが欲しかったから、ちょっと今日のねコーデにはちょっと重いけども、見えないね。はい、これちなみに妹はアイボリーかな、白っぽいやつ持ってますよ。このバッグもフーセレクトさんでまた買っちゃったんだけど、可愛かったです。ブルーっぽいのもあった、うん、可愛い。でもこの、 あのオールインワンにはちょっと違う、もうちょっと明るめのバッグのが可愛いと思うんですけど、これもおすすめ。すごいしっかりしてるから、これでも合皮だと思う、違う、これ合皮じゃない、革だわ、革だったわ。1万5000台で革だったはず。そう、すごいなんかしっかりしているのでおすすめです。はいそう、まあ、あとね買ったもの、それそう、アウトレットで買ったもの、前に紹介するって言って全然紹介しなかったんだけど、それは次回に取っといていいですか。全部なんかいっぺんにやったらネタなくなっちゃうから、矢部さんもね。そう、そんなわけで楽しめましたか皆さんちょっと私これ後でアーカイブ見れば、めちゃめちゃなんか狭い中動きまくってね、あのくーちゃんのおしっこシートとか映っちゃってるから、まあ、しょうがないよね。あ、こんにちは、もこさんこんにちは。後でアーカイブ見てください。もうちょっとで終わっちゃうから、1時間やってるから。そう、あとこれお菓子いただいたの、あのトレーニング私行ってるところがあるんですけども、そこのお姉さんがこの間ハワイに行ってきたみたいで、お土産でお菓子いただいた。なんかレモン味のね、おしゃれだよね、パッケージがおしゃれよね、やっぱね海外のものってね。そう、一気に食べたら太るので、ちょっとずつ食べとる。はい、あ、トレーニングの模様はその女の子が編集してくれるんですけど、7日、これは7日にアップされますので、お楽しみに。うん、うん、おいしい。こんなわけであと1分半ね、ちょっとお茶飲んでくる、待ってうん、うん、あと今週ですけど、明日は矢部家行きます。明日矢部家行った後、日曜日行きます。それと木曜日の朝の8時かな、8時に QVC に私少し出ます。その詳細は後ほどお知らせします。少しあるものを使っておりまして、その愛用者として私 QVC の方に少しだけね出演させていただきますので、QVC 24時間やってますからね。男性の人はあんまわからないかな、ほとんど女性が見る番組ですね、ショップチャンネルと QVC って。ちょっと私ショップチャンネルじゃなくて QVC の方に出ますので、朝早いですけど、そう出るんですよ。なので明日お知らせしたいと思います。見てくれたら嬉しいです。髪の毛系ですよ、いい感じでしょ。それもねご紹介したいと思いますので、はい、
トレーニング効果出てるね。シャープになった気がするよ。本当ですか？じゃあやった、嬉しい。体重はねそこまで変わってないんですけどね、引き締まってきたのかな、だと嬉しいです。はい、そんなわけでちょっとね最初の方を見たらわかるんですけど、もうカメラが結構動いたりとかごちゃごちゃになってますけども、ご了承ください。まあ逆にある意味なんかリアルというか動きがある方がまあそれはそれで面白いのかなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。じゃあまた近々お会いしましょう。今週は土曜日にかなでの森リゾートさんの DIY、 そして週明けの月曜日はかなでの森リゾートさんの中を多分絶対動画私が初公開だと思う、一番乗りだと思いますので、皆さん楽しみに待っていてください。お付き合いありがとうございました。じゃあまたね、バイバーイ失礼します。あ、ファンレター、あ、届きましたよ、ファンレターありがとうございます。あ、これでしょ、これ違います、見ましたよちゃんとね、ありがとうございます。これちゃんとのお手紙例があるので、そっち川崎宅にこれ持ってきますからね、はいありがとうございました。じゃあまたです、バイバーイ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 今日はうなぎ食べようかなではでは失礼します。